人とうまく話せない。異性とデートに行ったりとかしても、なんかこう会話が弾まない。面白く喋れないとか、人前で喋るのが苦手とか、そういう人って、ある一つのミスっていうものを犯してしまっていて、もうこのミスさえ理解して克服してしまえば、人前で話したりとか、相手と会話をするときとかって、そんなに困ったりしないんですね。で、まあ、僕自身もそんなに自分の話が上手いとは思っていなくて、別にその話す順序とか、どういうふうに話した方がいいかとか別に勉強したこともないし、でも、もともと喋れなかった自分がこういった風に、まあ音声を撮ったりとか、YouTube で動画上げたりとか、人前でセミナーしたりとかっていうことができるようになった理由っていうのは、めちゃくちゃシンプルなんですよ。別にテクニックとか技術とかっていうのは全く使ってなくて、めちゃめちゃシンプルな一つのことを、意識しただけで、まあ人から聞いてもらえるような話し方ができるようになったんですね。なので、まあうまいうまくないっていうものは置いといて、とにかく相手にしっかりと伝えることができるし、相手にも伝わるっていう、まあそういった話、会話っていうものができるようになっていく方法っていうのはどういったものなのかっていうことを解説していきたいなと思います。で、もう一番の原因が何なのかっていうとですね、うまく話せない人の一番の原因っていうのは、自分はうまく話せないっていうふうに思ってしまっているっていうことなんですよ。うまく話せない人は自分はうまく話せないと思ってしまっているんですね。これ、キングダムっていう漫画があって、まあ、その漫画の中で、まあ、こう戦があるわけですよ。まあ、中国の、あの戦争の話なんですけど、まあ、こう戦があって、で、その戦の時に面白い現象が起こってて、でそれが何なのかっていうと、こう、まあ、将軍がいて、でその将軍が、1日目に、相手の敵兵の前を、こう、スラスラスラーっていう風に、こう、横突きで、こう、走らせるんですね。すると、まあ、歩兵たちが、相手の、あの、戦士たちと戦うわけですよ。で、その戦士と戦うんだけど、攻め入っていかない。まあ、表面を、こう、スラスラスラーって戦っていくだけだから、向こうは防戦一方で、こちらはいっぱい攻めているっていう状態になるんですよ。これがガーンって攻めていったら、周りからも槍とかがいっぱい飛んできて、前から殺されてしまったりもするんだけど、押し返されてしまったりとかってするけど、横を、こうなんていうか、相手が防壁を作っているところの横をバラバラバラってこう、戦いながら、相手はただ防戦一方で、こっちはどんどん攻め続けてるっていう状態を作ったらどうなるかっていうと、自信がつくんですよ。で、こうやって、あ、自分たちは相手に何もさせなかった。自分たちは一日目にたくさん相手を攻めたんだっていうふうに思うから、次の日になると、やたらと士気が上がってるんですね。やるぞーってなってて、自信をすごい持ってて、すると軍隊が強くなっているっていう、まあそういった描写があるんですね。で、これってもう話と全く一緒で、僕たちは自分はうまく話せないんだっていう自信のなさがうまく話せないっていう現象を作ってしまっているんですよ。で、これが当初の僕もそうだったんですね。自分はうまく話せない。自分の話なんて誰にも伝わらない。っていう風にどん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 、自分に自信がなくしていたから、なんか話す内容が思い浮かばなかったりとかっていう風にしてたんですよ。で、この自分ってダメだって思いがどういったもののことを生み出してしまうのかっていうことなんですけど、これは自分に目が向いている状態を作ってしまうんですよ。自分に目が向いている状態を作ってしまうんですね。で、あの話をするときの視点っていうのは二つあって、その二つっていうのが自分を見ているっていう視点と相手を見ているっていう視点、この二つの視点があるんですね。で、うまく話せない人っていうのはこの自分を見ている視点を持っているんですよ。だから、まあイメージで言うならば、自分ってどういうふうに思われるんだろうとか、こういうな話してつまらないとか思われてないかなとか、痛いと思われてないかなとか、こいつ話したくそうだなとか、思われてないかなっていうふうに思うと、どん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 自分の見られ方にばかり意識が向いていくんですね。すると話がうまくいかなくなるんですよ。で、一方で話がうまくいく人っていうのは、相手を見てるんですよ。相手を見て話してるから自分の見られ方とか気にならないんですね。だって、その会話って誰とするのっていう話だと思うんですよ。会話って誰とするのっていう話で、会話って自分とするものじゃないじゃないですか。会話の基本っていうのはとにかく相手と会話をする。相手と話をするってことが会話ですよね。だから、会話の基本っていうのはとにかく相手に届けることなんですよ。相手に届けるからこそ会話なんですね。っていうことは、自分がどう見られるかとか、自分がどういう評価されるかとかっていうのは関係ないんですよ。話で大事なのは、相手に自分の話を届ける、理解してもらう、楽しんでもらう、そういったことが大事なんですね。
だから、自分に目が行くと、どうしても不安になるんですよ。自分の方ばっかり見ていくと、自分ってどう見られてるかなとか、どういうふうに評価されるかなとかが不安になって、うまく話せなくなるんですね。でも、違う方に目が行く。相手に目が行くと、届けたいっていう思いに、という方に目が行くので、うまく話せるようになるんですよ。こういうこと起こるんですね。だから、例えば、野球をしてるとして、野球をしてるときに、監督に自分はどう思われるんだろうと思ってる時っていうのは打てないんですよ。でもいろんな人が来てる、評価されなきゃ評価されなきゃと思ってると、全然相手がどんな球を投げてくるかとかもわからなくなって打てなくなるんですよ。でもこのピッチャーの球を打ってやろう、次はカーブかなとかっていう風に考えながらやると、そこに意識が向いているから打てるんですね。っていう風に違うところを見ると、違うところがおろそかになるので、そこが見えなくなるんですね。つまり自分の方を見すぎると、相手のことを見れなくなるので、話がおろそかになるんですよ。だから、話が面白くなくなったりとか、盛り上がらなかったりするんですね。自分よがりな会話をしてしまうんですよ。なので、大事なのは、自分を見ることではなく、相手の方に目を向けていくっていうこと。これがすごく大事なんですね。つまり、相手に届けたいっていう思いを大切にすることが大事なんですよ。相手に届けたいっていう思いを大切にしていれば、自分がうまく話せるかな、うまく話せないかなとかっていう不安がなくなるので、相手にとにかく届けたいんだ、自分のこの話を届けたい、自分と話してる相手を笑わせたい、笑顔にしたい、相手の話を聞いてあげたいとか、そういうふうに相手に目を向けることによって、その会話っていうのが盛り上がるんですね。なので、うまく話せないよとか、人前でも、ちゃんと話せない、順序立てて話すことができないよとか、うまく話せないよとか、そういったね、不安とか心配事とか悩みがある時っていうのはですね、自分に目が向いている状態なんだっていうことを認識すると、あ、相手に意識を向けていったら、意外にうまく話せるんだなっていうことが理解できてくると思うので、相手に目を向ける。相手に届けていくっていう、この意識をね、持ってもらえたらなと思います。ありがとうございました。